して本日は辺野古海は泣いているという題しまして学習会を開催いたします。私どもは沖縄戦の史実は一曲を許さず沖縄の真実を広める首都圏の会でちょっと長い名前なので、略して沖縄戦首都圏の会と申します。私は会の事務局の芦澤と申します。本日司会進行をいたします。よろしくお願いいたします。私ども沖縄戦首都圏の会は教科書 の沖縄戦の記述を史実に基づいたものにということで活動しておりますが、その他にですね年に4回ぐらい学習会を開催いたしまして、その時その時 の一番旬の話題を取り入れるようにしております。皆様もご存知のように辺野古の工事がまた再開されてしまいました。いつ土砂が投入されるかわからないというそういう大変な状況にありまして、本日はサンゴ の専門家であります大久保奈美さんをお招きいたしました。サンゴの移植は環境保全措置となり得ないという題名でご講演をいただき、それでは、早速大久保奈美さんにご講演をいただきます。よろしくお願い申し上げます。ご紹介ありがとうございます。東京経済大学の大久保奈美です。ですね、1時間ぐらいあるということなので少しお話をゆっくり進めていきたいと思いますが、ですね、まず最初にこれは宣伝、宣伝というかセミナーのお知らせなんですけれども、2018年の12月1日もすぐ宮本美幸先生、皆さんご存知かと思いますけれども、環境と公害 のもうパイオニアの先生ですね。で宮本健一さんが代表している辺野古問題、テーマ辺野古問題を考える会というのがあるんですが、私もそこで活動しておりまして、1日に、みんなで講演会を行います。で宮本先生、あと桜井先生、沖縄大学の元学長さんですけれども、で私、あと白藤先生、白藤先生は行政法 のプロフェッショナルの先生で、よく琉球新報とか沖縄タイムズにも他の新聞にもたくさん書かれている先生です。あとは寺西先生というやはり、環境経済学のパイオニアの方ですね。この方元、環境経済政策学会の会長さんですけれども、この方の司会進行で、みんなでパネルディスカッションを行います。で明治大学の泉キャンパスの方で行いますので、ぜひこれはすごく貴重なお話でですね、宮本先生85歳のかなり、京都からいらっしゃるので、ぜひすごく貴重な機会ですので、皆様ぜひお越しいただきたいと思います。はい。で、私の話はですね、今日の話を短くしたものなので、ぜひ他の方の、話を聞きにいらしてください。で私の経歴はもうそちらの資料にある通りなんですけれども、ずっとサンゴの研究をしております。で学部の時はドイツ文学をしてたんですけれども、まあいろいろなきっかけでそのまま離転して理科系の方に来て、でそのまま研究を続けているという状況です。でこれがですね、修士とか博士の時にずっと海に潜って行っていた今日お話しするサンゴの移植というものです。でこれは世界の、文章を読んでいただくと分かるんですけれども、これはもう博士課程を終えて、まあ、理学博士を取った後に辞めまして、で普段はですね、今は、こういうサンゴの産卵とか、まあ、これ左側は実は2000年に世界で初めて、移植したサンゴの産卵を私が観察したんですけれども、でちょっと違う会社の方がですね2005年くらいに観察したやつを世界初って言ってるので、まあ、それをいちいち直すのもなんだなと思いながらいるんですけれども、2000年にもうすでに観察していてですね、でそういったものの、生まれた卵とかが例えば皆さんのお腹の中でどういうふうに育っていくかですね、皆さんに至るまでその発展っていうのをこの右の写真ですけれども、ずっと観察してます。で、ですね、こっちですで、ですね、普段は今いわゆるその子
前の活動っていうのは私のどちらかというと本職ではなくてですね、それも本職ではあるんですけれども、こういうあの発生って言ってどういうふうに皆さんのお腹の中でこの卵が分裂していったり、どんな形をしていくかっていうのをやってたりします。で、こういう研究で例えばこういうアモクっていうですね、何とか木とかいろいろ貝の項目、貝の種とかいろんな生物の、分類の名前があるんですけれども、でそれで例えば、こういったサンゴの発生が2種類に実は分かれるんだよ、こういう形のとこういう形の卵の分裂の仕方があるんだよっていうのを発見してですね、でそれを、名前にして、分類の名前も付けたりとか、あとこれは名称ですけれども、したりしてます。あと一番最近はですね、これ皆様ご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、プラスチック、マイクロプラスチックの研究ですね。これは、私たちのグループが偶然発見したことなんですけれども、マイクロプラスチックがサンゴの、これちょっと言い過ぎなんですけれども、成長にある程度悪影響を及ぼしますが、こういったマイクロプラスチックがサンゴと、あと今日お話しするサンゴと褐虫藻っていう一緒に住んでる藻類ですね、その関係を邪魔するという、結果を出しました。でこれは、朝日もそうですけど、毎日とか紙面で大きく取り上げられたのでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、こういった研究を普段実験系の研究をしております。でなんですがちょっと最近ですね、サンゴについてあまりにもひどいいろいろな過剰な宣伝だとか研究者によってもそうなんですけれども、いろいろなちょっと無責任な発言があるということで、いろいろなところでこういうものを書くようにしています。というのも、博士課程はこの私は実はサンゴの移植といって、皆さん想像しやすいのは、庭の挿し木ですね、ポキッとって他のところに植える、それで、その子を大きくしてでお庭を作ってどん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 増やしていくというやつなんですが、それを、どうにでもできないかということで私が修士博士とその研究してたんですね。で、そのことでですね、またちょっと最近これからお話しするもう10億以上が皆さんの税金が使われてるんですけれども、そういったことについて、きちんとした科学的な知識を持って議論しましょうということで、こういった世界に書いたりもしています。これは今日お配りしていただいていると思います。で、ですね、時間ちょっとサンゴの話から始めるか、それとももういきなり辺野古の話に入るか、どちらがいいでしょう。どちらが皆さんいいですか。ちょっと触りだけサンゴのお話ってした方がいいですかね。お願いします。はい、じゃあ少しサンゴのお話させていただきます。で、ですね、日本でサンゴの産卵っていうのはよくテレビでもやりますけれども、これは1年に1度しかありません。日本の場合1年に1度から2度ですね。で、私はこれをもうずっと夜海に潜って学生時代は一人で観察してたんですね。夜中の11時とか12時にずっと海の上で、これをね、卵が生まれるのを待つんです。移植したサンゴの怖いこと怖いことですね。やっぱり怖がりではなかったんですけれども、海の上に浮いて産卵を待っている時にものすごい、もうこの机の2倍ぐらいですかね、この2倍ぐらいの、大きなニョロニョロしたものが私のこの浮かんでる舌をゴーッと通っていって、なんだろうと思ったら、なんか可愛い耳がポンポンってこうピコリポンってついてたんですね。だから大ウナギですね。大ウナギがこう中にずっと入って、こう川からですよね。で、海に住んでるのが川に行ったのか何だか分かりませんけど、そういった不思議なものみたいですね。でこの子たちの産卵を見ているときはもう海蛇がたくさん寄ってきて、もう邪魔なぐらいですね、もうちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさいっていう感じで、もうちょっと海蛇をどかしながら産卵観察してたっていう感じで、これをもう1000本ぐらいですね、私が移植したサンゴの全部1時間以内で1000本産卵したかとかチェックするっていうかなりハードな仕事をやってて、1ヶ月で3キロぐらい痩せました、その当時は。はい。でですね、これサンゴの卵と精子が放出されると、オスメスいるのとオスとメスが一緒の子もいるんです。例えば私は卵を作りますけれども、私が要するに精子も作ってしまう、卵も精子も作れるサンゴっていうのがいます。
あとオスとメスと人間のように分かれている産後もいますけれども、で、どちらにしてもですね、卵と精子が、受精します。で、これがですね、かなりの産後が脂肪がいっぱいなんですね。卵黄、鶏の卵を考えていただくと分かるんですが、あの中にもっと油がいっぱい入っていて、で油でこの卵で精子を包んで、ここに精子ちょっと見えてますけれども、うまくくるんでですね、精子っていうのは油が入ってませんので、もうほとんど入ってないですよね。なので、それが、卵に包まれて一緒にこの海の上にポワーッと浮いていくんですね。で、この浮いていったものがこうバラバラにこうやって壊れていきます。それでサンゴの卵と精子が受精して、先ほど右側でお見せしたような赤ちゃんになっていきます。で、それをこれですね、どん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 これハート型卵活って言ってですね、最初皆さんのお腹の中ではハート型卵活ではないんですが、お父さんの精子とお母さんの卵が受精した後は、で、まあ、こういったハート型の卵活になって地方動物の場合は育っていきます。で、これですね、運がいい方は見られると思うんですけれども、飛行機から6月とか5月6月の、満月の前後ですね、もしサンゴの産卵があると、海の上にこういう赤いスリックって呼ばれる、こういうすごく川みたいな流れができてます。赤いあれは全部サンゴの卵に受精した卵ですね。で、それが、いろいろなところに分散していっていっているということが分かっています。で、どんどんですね、卵のこうやって数が進んで発生が進んでいって、最後こう赤ちゃんになるんですね。で、この子はすごい可愛くて、まあ、今日渡辺さんが持ってきたあれを回しましょうかねあの子入ってますよね、赤ちゃん。で、今日たまたま友達 の渡辺さんが来ていてですね、本物のサンゴの赤ちゃんがいますので、ね、そういえばそうですよねそうなんです、渡辺さんのところで生まれたサンゴの卵。渡辺さんいいですか、これちょっとじゃ回してもらって、で私はその間に話を続けてますこの子はすごく見やすいです、大きいので、妖精がこの子の形してます。で、これめっちゃ見ることできませんので皆さんすごいラッキーだと思いますですね、この時期に産む子っていうのはものすごく限られてるんですね。普段は5月とか6月、まあ本州だと7月、8月になりますけれども、今の時期っていうのは、まあ、渡辺さんの水槽だからこそなんですが、で、ちょっとご覧いただきます。次です。で、この子がですね、今渡辺さんが回した子もそうなんですけど、こうやって実はこう毛が生えてるんですね。で、毛でシャワダーってこう泳いでいきます。で、泳いでいって大好きなところを見つけると、こういうふうに変態っていうのをします。まずくっついてですね、お尻に。で、こうお花形になるんです。これがね、すごく可愛いんですよ。で、このお花形になって、こう糸巾着のちっちゃい子みたいなんですね。そうなんです。これが変態です。いわゆる昆虫の変態みたいなんです。で、こういうふうに生き物がこういうふうに変化していきます。というふうになります。で、これはですね、一回このここにくっついちゃうと、なかなか、まあ出ちゃう子もいるんですけれども、まあここが一生の住みかになるわけですよね。で、ここで、どん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 大きくなったのがこの子です。で、これですね、そうです、この子は例えばこれ種類が全部違うんですよ。で、この子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 で全部一つのさっきのたったこの一匹のこの子からできた子なんです。で、これが、分裂とかをしてですね、ここにもう見えないぐらいのすごい穴が開いてるんですよ。で、これがさっきのポトッてしたこの穴が1匹です。で、それが、分裂したり出芽って言って芽を出したりして、で、どん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 こうやって大きくなっていくんですね。これで大体この子だとまあ3年ですかね、2年ぐらいかなぐらいかかります、成長の早い子で。でもなんかこういうやっぱり塊の子はなかなか大きくならなくて、うちの水槽でも飼ってるんですけど、さっきみたいなちっちゃい子はなかなか大きくならなくて、今もちっちゃいままですね、1年経ってもです、はい。で、この子たちが、死んだり、あと星の砂とか、まあ、いろいろなものが積み重なって出来上がったのがこの珊瑚礁と言われるものです。で、これ地形ですね。で、
で、ここで皆様に覚えていただきたいのは、サンゴっていうのはこのサンゴです。動物のサンゴで、地形、サンゴ礁っていうところ地形になります。で、ここにいろいろな生き物が住んだ、住みましたってなると、サンゴ礁の生態系っていうことになります。はい。で、これ大浦湾ですけれども、これ青サンゴかな、浜サンゴですね。これ浜サンゴの群生、大浦湾ですね。大浦湾で、あと例えばこれも、これ熊野見城って言って、私も見たことないんですけど、私もちょっと潜れないので身体的な問題で残念なんですが、ちょっとスキンダイビングぐらいで見られればいいんですけど、ここに海神だとこしてますね。で、ここイソギンチャクが全部あって、もうお城みたいになってるそうです、あの熊野見の、うん、それで、これが青サンゴですね。これちょっと私見たんですけど、すごく何ていうのかな、細くて長くて、多分別の種類になるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、新種なんでしょうね、きっとね。はい、そういうのは分類学者さんです。で、ですね、ここからあのサンゴの減ってることに移っていきますけれども、で、こういうサンゴがですね、もう近年どころじゃなくて70年代ぐらいからずっと減ってます。で、これ環境省 の、 ホームページから取ったものですけれども、もう皆さんご覧になって分かるように、これ縦が割合ですね。で、こっちが年代です。で、赤土などの流出は60年ぐらいから始まって、70年代にサンゴのこの緯度っていうのは、サンゴの多さですね、これがカバーが、ぐーっと減ってます。もうぐーっと。で、ここ見てください、埋め立てです。あと、まあその埋め立てで、例えば陸上の赤土とか埋め立てで土が川に流れて、オニヒトデが、オニヒトデの赤ちゃんが食べる栄養となる、その栄養素ですね。オニヒトデの赤ちゃんっていうのは植物プランクトンを食べるので、その植物プランクトンの餌になるような栄養が陸上からどんどん流れてきます。あとは、まあこれオダクスイ粒子もそうですけど、あと発火現象が起こったりと、まあいろいろなことがあって、とにかく。でも、ここで覚えておいていただきたいのは、環境省なんかは、白化白化と騒いでますけれども、白化白化という前にですね、沖縄、皆さん、海の海岸を見ればすぐ分かります。もう人間が壊してるんですね。人間が壊してます。なので、まずそれを止めなきゃいけないです。なのに、そういう自然再生の、これからいっぱいお話ししますけれども、そういったことにお金を使う割には、どんどん貴重な海藻とかサンゴの生息地を壊していってます。これが行政です。で、合わせ干潟、これ貴重な海藻やサンゴの生息地、これ90ヘクタールも見立てて、私ね、これすごくわからないのが、人工のビーチを作ろうっていう看板があるわけですよ。で、自然のビーチをね、自然のビーチっていうか、自然のそういう海岸を削って壊して人工のビーチを作るっていう、この感覚がまずちょっとわからないですね、私には。で、まあそれは沖縄の方も同じだとは思うんですけれども、沖縄はやっぱりね、ああいうビーチが欲しいみたいな。でもビーチたくさんありますからね、本来は。で、今は工事でなくなっちゃってるだけですよね。で、さらにここ全部埋め立てちゃいます。で、ここ海洋レジャー施設を作る。そうなんです。はっ、って感じですよね。不思議なんです、すごく。で、ですね、で、まあ、あとは、皆さんいろいろですね、環境省がよく宣伝してる発火です。これは寒すぎちゃって発火する場合もあります。暑すぎちゃって発火するのもありますけれども、今は温暖化って極端な気候が増えていたりするので、暑すぎたり寒すぎたりで、高知で、まあ、サンゴがやっぱ増えてたんですけども、これももう冬場に大量死したと、低水温でしたということですね。で、こっちが高水温です。例えば、これ今日お配りしているのはどれかな、あるかな、お配りした、ミルシル、あ、ミルシルですかね。あ、はい、ありがとうございます。もう一個ですね、マリンアクアリストっていう、私、マリンアクアリストって飼育するものっていう意味なんですけど、海洋生物を。それでもあるので、そこに頼まれて書いた原稿の中で、宮本さんっていう方に一部書いてもらったんですけど、これ例えばこういったものがちょっと白くなってますね。で、この石垣島のこれも白くなってますよね。で、これ一見綺麗なんですよね。ピンクになったり、青くなったりして。で、これはなんで発火するかというと、この中に茶色い藻類が一緒に住んでます。で、この藻類が抜けてしまったり、あと体内で、サンゴの体内で失われてしまうことによって、
こういったサンゴの本来の色が出てくるんですね。でもそうすると、そこにちょっと書いてあると思うんですけれども、あのサンゴって藻類からすごくたくさん栄養をもらってます。だからご飯が食べられなくていずれは死んじゃったりするんですね。でこれ餌をずっとあげてれば育つサンゴもいるんです。今うちでたまたま発火した子にずっともう何ヶ月かあのアルテミアって餌をあげてるんですけれども、それであげてるんですがあの生きてます。そういう子もまあたまにいます。はい。で、まあ、大体がですね、死んでしまいます。で、こういうガレバみたいになってしまって死んじゃいます。で、石西礁湖っていう、まあ、沖に一番あのいろいろなサンゴで有名なところなんですけれども、繁華したサンゴの割合はもう5割だと。で、まあ多分このままでいくとだいぶ死ぬだろうということですね。で、こういった背景を受けてですね、あの流行り始めたのが、このサンゴの復活を歌った移植ツアーというものです。でこれなんですね、養殖サンゴの移植放流申し込み、まあ、この程度だったらいいんですね。なんですが、例えば沖縄の海への恩返しとかね、あと私たちの手でもう一度サンゴを復活させよう、サンゴ移植ツアーのご案内とか、でこれコストはボランティアが負担します。まあ、あのこの業者さんは設けられるということですね。まあ、株はあの買うんですけれども。でじゃあ移植って何なのかというと、さっき説明した通り、挿し木とか苗の植え付けとか、そう移設っていうのを移植って言います。で、ですね、これにはいろいろな方法があって、あの増殖ので、これ琉球新報が作ってくれたやつなんですけれども、あの有性生殖法といってサンゴの卵、さっきおしゃあの言いましたけれども、この赤ちゃんからこういうふうに育てて、この子を海に返してあげる方法と、あと無性生殖って言って、こっちが私が博士課程までずっとやった子ですけれども、これをポキッと折ってですね、あのこういうので、養殖して、とりあえず移植先に固定するとか、こういうのです。で実際やってるのが、こういう感じですね。でここにサンゴの赤ちゃんをつけて、でこう養殖して、で海に返して移植するということです。で、これがですね、修学旅行のイベントとかふるさと納税で今行われています。で、この間も高校生にちょっとあの講義を頼まれて、ここに行ってきたんですけれども、あのこうやってサンゴの株オーナーとかですね、1万円結構しますね、1万円からやれるということです。ここではふるさと庁で取り引きで、あとですね、研究者が宣伝したりします。サンゴの移植活動と鑑賞学習支援、この西平さんという方はあのもう昔からサンゴの研究者で有名なんですけれども、こういった立場の方が例えば気負わず焦らず楽しく続けていこうと移植をどんどん推進しています。で、ですが、あの今までね、あのどれだけ移植事業が行われてきたかっていうと、ちょっとここでジャムステックを出してあれなんですけれどもあのジャムステックさすが賢いんですよね。あのジョブステックがかなりのお金をかけて、ここ1億5000万って書いてありますが、多分もっとかかってますよね。で、ですね、それであの知念の先にいろいろこう建てました。でこれがこれなんです。これですね、本当にすごくて、私今ねネットで撮れないんですよ。この時のイラストが本当にサンゴのお城を作ろうということで、あの巻貝の中身みたいなこうくる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 したお城の絵をあの持ってきて、それでこういうあのサンゴをずっと移植してそういうのを作ろうと。でもさすがにもうこれやっぱり失敗です。てか当たり前のことなんです。でもうこれも撤去しました。ただやっぱこれで使われてるわけですね、税金もね。で他にもすごくたくさんあって、まあ、アムウェイがやったりとか、富士フィルム、グリーンパンサー、出会い山サンゴ協議会、あとはまあこういう電着とか今もやってますけどね、ちょっとね。でまあいろいろとにかくやってます。でなんですが、まあ今言ったようにこういったものが失敗していくと。で今一番その、まあこれはあんまり表に出てないんですけれども、ものすごい失敗例というのが、あのこのサンゴ礁、石西礁湖のサンゴ礁自然再生事業っていうやつです。これはサンゴの研究者がすごくたくさん関わってます。で、ですね、こういうわけの、あ、まあ、わけのわからないといけないんですけど、こういうなんかあのサンゴ陽性着床部っていうんですね、これにサンゴがくっつくんだという、触れ込みで、ものすごい大量に、もうそれこそ1年間に何億円規模で入れてたと思います。これ環境省の、予算でやられたものです。ということは我々の税金です。で、ですね、私の知り合いの、方に聞いてみましたところ、まあ、こういったものにはついてないらしいですね。
で、ついてないんだけど見なかったことにして帰ってくるとおっしゃってた方います言いますけれども、本当に別にこれじゃなくても何でもいいんですよ。これだからつくってことはないんですね。なんですがこれにいっぱいお金が使われてます。であまりに怒った私のボスがですね、ボスは私のボスっていうのは大森誠先生といって、日本で移植サンゴの移植を大規模に成功してさせた初めての人なんですけれども、その人が、あまりに怒ってこういうふうに陽性着床部は最良のそういうマグネットではない、もう優れたサンゴ陽性の着床基盤は他にもあるんだというふうに言ったわけです。で最初はですね、こういうここに書いてありますけれども、石西礁湖自然再生協議会の珊瑚礁専門家からなる委員によって合議決定されたということなので、環境省はこれ続けてきますよと言ったわけですね。で最初うちの先生はここに実名を全部書いたそうなんですが、さすがに審査員の人にこの実名だけは読めてくださいって言われて、で8名でなんだみたいなんですけれども、とにかく珊瑚というのは地味猛量の世界で、研究者はですね、でこれをやっとけばある程度お金も取れますから、でいろいろこういろんな人が入ってきます。でこういういわゆるこの、サンゴの日本の一番の問題というのは、専門家と呼ばれる研究者がお墨付きを与えてしまうことなんですね。で次に大変だったのはこれです。で沖縄特別振興対策調整金、あと沖縄振興特別推進交付金事業ですね。要するに、内閣府の交付金で、米軍基地を、作る代わりにこれあげますよっていう、そういう費用です。で、ですね、これで2010年から2016年サンゴ礁保全再生事業っていうのが行われました。でこれは海の中にこう畑というか、本当はサンゴ礁を作りましょう、サンゴ礁生態系作りましょうということで、毎年 1.5億から2億円使われています。で蒸気機関で総事業費は約10億円以上ですね。で2回期で約3ヘクタール約9万本のサンゴを海底植え付けましょうということで、皆さんの税金を使います。で、ですね、これ最初にこういった税金を使うのは別にいいんです。もし養殖としてこれで、例えばここの女村って言うんですけれども、ここの業者漁業者さんがこれで例えばサンゴの畑を作りましょう、養殖して森を作りましょうぐらいだったらいいんですよ。このぐらいの計だったら。そうじゃなくて、問題は研究者なんですね。そこに乗っかった。で、これ研究者による過剰の宣伝です。これは、ここ見ると、これマリンダイビングっていう雑誌ですけれども、養殖サンゴもすくすく成長中、今年23億個の幼生が旅立っていた。で、まずここで、わあすごい、23億個もサンゴが増えちゃったって思っちゃうわけですね、普通の人は。で、なんか増えてるみたいな感じしませんか？なんとなく23億個の赤ちゃん、この世生まれちゃったと思うわけですよ。でもですね、ほとんど死にます。で、そういうことは分かんない。で、例えば、地域全体の海を愛する熱がサンゴ再生を支えていると思うと感動してしまうとか、いわゆるこういう、お涙頂戴じゃないで、ないですけど、こう美談に持っていくわけですよね、大体マスコミっていうのは。で、例えばここもですね、植え付けは一般大麻も可能。申し込めばマイナーを買い植えられると、自分の手で海を豊かに、そんなダイビングもたまにあってみたいということになるんです。で、ここですね、女村初、世界初 DNA 解析で分かる養殖サンゴの出会い。で、これずっと、これは、要するに辺野古のバーターでできた沖縄科学技術大学院大学ってOISTっていうのがあるんですけれども、ここの研究室が今年6月には養殖サンゴの大規模産卵を科学誌で発表し、これも世界初で高く評価されている。で、次々に世界に発信されるとかですね。これ全然そんなことないんです。すみませんが。で、ですね、科学誌で発表、科学誌なんですけれども、論文のとこではなく、こういう写真が撮れましたという写真なんです。で、さらにですね、世界初で高く評価されているわけではありません。世界初に、世界初をやったのは私の、ボスですね。で、ボスが、たくさんの養殖をして、で、それが産卵しましたという論文をすでに出してますし、大規模じゃなければ私のが2000年で一番最初ですね。で、そういう世界初の話はどうでもいいんですが、こういうふうにですね、盛るんですね、過剰に。で、こういった盛っていくことがすごく多いんです。だから世界初とかですね。で、そういうふうになると、こういう人が出てきちゃうんです。で、これ最近何の顔を隠すようにして、名前は出ちゃうんですけど、これ日弁連の時のやつで、なんかこう顔ぐらい隠した方がいいかな、著作権とかね。
で、この方ですね、この方ずっとサンゴの移植のことをやってるんですけれども、やっぱこういう人出てきちゃうんです、こういうふうに科学者が言い始めると。でサンゴ移植は追いつかない、でもやった方がいい。でサンゴの移植は難しいんですか、いえいえ難しくないですよ、結構簡単にできますとかですね。で、でもやらないよりはやった方がいいんですよね。ここで移植したサンゴが産卵をして、その卵が流れていく、それが定着してどこかで育っているのは確かなことですから。で、確かなことなんですけれども、これほとんど死んでしまうんですね。というのは、サンゴっていうのは、そのサンゴが育つ環境がなければそこにくっついて増えていることはないんです。なのに、こう例えば海がきれいでない、海がサンゴの生育に適したものでない今でもかかわらず、そういうふうに言ってしまう。でここにありますけれども、サンゴの養殖と移植をしようと呼びかけてどんどん植えているのですが、植えるスピードよりも死んでいってしまうスピードの方がはるかに早く追いつかない、だったらやるなよという話になってくるわけで、こういうことがですね、ずっともう20年以上行われてます。私42歳で、移植を始めたのが23歳の時なので、もう20年経ちましたけれども、もうずっとこれの繰り返しです。でこれを見るともう一発で分かります。これもまた世界の私の書いたので、すごくうまくこの図を作ってくださった琉球新報の方なんですけれども、ですね、これ今壊されてるヘクタール、辺野古新基地建設で160ヘクタールのサンゴ礁生態系壊されます。で、合わせ干潟95ヘクタールですね。で那覇滑走路のこの新設事業ですね、これ160ヘクタールです。で今すごく宣伝、今宣伝の、2つしか見せてませんけれども、もっとあります、ホームページに行けば。で、だけどそれたったこの粒です。 2.7 ヘクタール、まあ、3ヘクタール増えたとして、たったこれだけです。これをいかにもサンゴ礁生態系が復活しますよ、再生しますよっていう形で宣伝していくのが研究者だったり行政だったり企業だったりするわけです。でこういったものは本当は良くないんです、本当に。なんでかっていうとですね、これで私がなんで博士課程を終わった後に移植の研究をやめたかっていうと、こういう矛盾にぶつかったからですね。我々研究者っていうのはマイナス面っていうのは宣伝しません。で、プラス面だけですね、うまくいったことだけ公表します。移植技術発展しました、新たな知見、これもちろんあります。だけれどもそれと同時にマイナス面がたくさんあるんですね。で移植しました、でもすごく小規模で、さっきプツッとした国でしたよね。で要メンテナンスです。で莫大な費用かかるんです、海だから。だから何億円も必要なんです。で、現実では移植によりこのサンゴ礁生態系ですね、サンゴ礁生態系を復活させることは難しいにもかかわらず、ああいった宣伝をどんどんすると。でどんどんホームページ見ていただければいっぱい書いてありますけれども、行政や研究者が、プラス面だけ過剰に宣伝するんですね。でそうすると市民の中には移植により沖縄のサンゴ礁復活するかもしれないという幻想が生まれちゃうわけですよ。で結局それが今やられている開発の免罪符ですね。海を埋め立てれば、海を埋め立ててもじゃあ移植すればいいんじゃないのという話になってしまうわけです。で研究者はここで得するわけです。じゃあ予算獲得、あとですね、サンゴが減れば減るほど喜ぶ人もいますね。サンゴ減っちゃう、危ない、だからお金いっぱいあげるっていうのは国の姿勢です。だからそれで喜んでる人もいると思いますけど、でも実際にはここがいかないわけですね。マイナス面を宣伝しないわけです。だからこういう構造があると、構造的な問題もあると。で研究者や行政が過剰に宣伝した結果ですね、まあ、先ほど言いましたように開発の免罪としての移植を促進してます。で例えば合わせの埋め立て、辺野古浦和、那覇空港滑走路で、はい、生き物を他の場所に移植すれば、これ本当に言葉が悪いんですけれども、環境保全措置とみなされてます。で名前も環境保全措置っていうんですよ。で、例えば、まあ、那覇空港滑走路ですね、まあ、これは9割ぐらい住んでますけれども、まあ、あるサンゴですね、緑石ってやつですけれども、あと辺野古の浦和ですね。なんですが、そもそもですね、海の環境が戻らない限り、ああやって挿し木をしても、もう皆さんお分かりだと思いますけど、ここまで話せば、サンゴ礁生態系復活ということはできないんです。だって、いくらいっぱい挿し木作っても、土が悪かったら育たないですよね。だから要するに、育てているお水が悪ければ、水質が悪ければ、その環境が合わなければ、そのサンゴに育っていかないわけです。なので、移植放流をサンゴ礁再生の中心的手段として位置づけることっていうのは大きな疑問があるんですね。で特に、先ほどの大森先生が、去年出した論文だと、長期の生産率がもう1割から3割なんです。
で、総務省の再生にとって移植がまるで万能な手段であるかのような幻想が市民、幻想が市民に生じてしまう。で、いつも私が言っているのは、サンゴが住める海を保全することを優先すべきです。で、きれいな海が戻れば、サンゴって自然に復活するんですね。だから、一日そんな植えなくてもいいんですよ。はい。だから、きれいな海になったときに、ちょっと促進させる意味で、どんどん移植していくならいいんですけれども、そうじゃなくて、サンゴが生えてないところに植えたりね、そういうことをするわけですね。で、いつも言っているのは、移植事業に関わる研究者、企業、行政が守るべきこと。で、広報の際には移植だけでサンゴ礁生態系は復元しないということを明記してください。で、移植した生物の生産率を速やかに向上してください。移植を開発の免罪にしないと。移植に関わる研究者の責任を明確にすべきだというふうに書いています。で、ですね、これ移植だけではサンゴ礁生態系は復元しない。なぜこういうことを言うかというとですね、全日空が行っていたチームチュラサンゴっていうところのまあ、サンゴ移植のやつがあるんですけれども、あそこのホームページにですね、移植でサンゴ礁生態系を再生させるって書いてあります。これは明らかに間違いですし、不可能です。なので、私はですね、これをとにかく消してくれというふうに言うことで1年かかりました。1年目、最初は、私の所属する団体でいます。でもそれでも無視され続けました。で、頭に来たんで、全日空の株を買ってですね、全日空の株主総会に出ます。で株主総会に出てですね、一番前にこうやって入ってはいたんですね。でも絶対出てくれないんですね、あれね。絶対、目の前ですよ。一番前から3番目ぐらいかな。で、絶対分かってるんです、あげてる。でも絶対あげてくれない。で、しょうがないから頭に来てですね、CSR の半年やったんです、その場で。絶対話すって言って。それで言ったんです、CSR の半年。それでも聞いてくれない。で、どうしようかなと思って。で、たまたまうちの大学に法律がいっぱいいるので、私の大学はちょっと相談したんですね。あ、そしたらそれ景品表示法に引っかかるかもしれないよとかって言って、ちょっとヒントをもらったんですね。で、あ、じゃあもうちょっと法律的にいろいろやっていこうかなと思っていた時に、まあそれをやる前にちょっと Facebook で直そうかなと思って、全日空さん、全日空などそういった移植に関わる企業さんへのお願いですみたいにして書いたんですね。で、こういったことを科学的知見をね、元にして科学者が提言しているものをずっと無視し続けると。で、全日空ってそんな企業だったのですねって、残念ですっていうふうな形で書いたわけです。まあ、Facebook 見ていただければ分かる。そしたらですね、すぐ消えました。だからSNS の力ってあるんだなと思ったんですけど、もっとその前から消してくれよと思いますけどね。こんなに苦労しなくても済んだのにと思いますけれども、全然ネックの場も下がってますね。もう持ってるだけで困っちゃう。はい。で、ですね、要するに移植や植え付けはあくまでも養殖なんですね。で、サンゴ礁生態系という環境保全措置にはならない。でもそれにもかかわらず、沖縄防衛局が設置した環境監視等委員会の学者、ここでまた研究者が出てくる。またサンゴの研究者が出てくる。で、彼らは普段はもう本当に声高にサンゴ礁生態系の保全を謳ってます。ただし一般を勝ち取ってます、何億円も。だけど辺野古裏は守る気なし、移植ありきの保全、さらには私の論文の合意をまた評価をしてます。で、ですね、これ、まあ、そもそも環境監視等委員会っていうのは、沖縄防衛局ですね、防衛省の下。沖縄防衛局が、ここに書いてありますけど、環境保全措置及びこういったブラブラブラ検討内容の合理性、客観性を確保するため、科学的、専門的助言を行うことを目的とします。で、環境保全に関することについて指導の助言を行うと言うんですけれども、もう正直言って全く非科学的です。で、ですね、沖縄防衛局、また防衛省は、防衛局は、まず、沖縄県のサンゴ移植マニュアルに沿って、辺野古裏湾の埋め立てされるところにあるサンゴの移植を行うと言ってるんですね。で、例えば、これ、繁殖時期や降水温期を避け、可能な限りサンゴに与える影響の、負荷の軽減を図る必要があると。で、こういうのは沖縄県のサンゴ移植マニュアルに書いてありますというふうにしてるんですね。要するに、サンゴ移植マニュアルを元にしてやってますよと。で、5月以降10月頃までをできるだけ避けて、遅くても4月末までには移植することができたというふうに結論を受けて移植をしようとしました。なんですが、これ実はですね、このマニュアルっていうのがこれなんですけれども、このマニュアルの元になっているのは私の論文なんです。で、私そんなこと論文に書いていません。それでですね、
あの水温の高い時期、繁殖の時期を避けるべきとしています。点あの丸十九、これですね。これ私の論文なんですけれども、あの世界で、この移植の季節に関してやってるのは私しかいないんですね。論文としてエゴログで出してるので、イーナと防衛局はこのサンゴの繁殖ですね、要するに繁殖の時期を避けるべき。この繁殖期っていうのが産卵する、皆さん卵がポコポコって生まれる時期だと勘違いしてるわけですよね。でも私、元論文の、著者である私は繁殖期っていうのは妊娠中も含んでるわけです。例えば臨月とかね。で、元論文を読んでない証拠です、これ。だから何の科学的な、根拠もなく適当にこれだけ読んでいろいろ決めてるわけですよ。で、頭にきてですね、私でこれ人の論文を勝手に引用して、それで勝手に解釈して、もういい加減にしろっていうことで、沖縄県の知事に当てて、意見書も出しました。沖縄県水産課かな、水産課かな。で、要するにこれですね、英語の方がこっちですけれども、こうやって書いてある。ここでこう臨月とか産卵期は移植しちゃいけないんです。でそれをですね、ちょっとある記者さんとのやり取りで私がそれを見つけたの で、その記者さんが書いてくださったんですね、朝日新聞で。サンゴ好き内職に異論、研究者繁殖に影響、これは私です。でさらにですね、これが本当にひどいんですけれども、今度降水温期、あの暑い時期ってサンゴ疲れちゃうので、いろんな発火とかして、だから暑い時期に他の場所に移すってよくないんですよ。で私も実際暑い時期にやって、全部移植したサンゴが発火してかなりのほか死んだ時があったんですね。でまあ論文も出してますけれども、でサンゴの移植の時期について降水温期をできるだけ避けるということでした。でこれ環境監視委員会の議事録です。だから、雇用各社の委員会の議事録ですね。で、これについては緑石類のように高に弱い種類についてはそうですが、浜サンゴに関しては案外夏場でも移植可能ではないかと思います。案外夏場でも移植可能じゃないかと思います。全く根拠ないです、この人何にも知らない人です。私誰か分かるんです。これ委員の名前は伏せてありますけれども、サンゴの研究者2人しかいません。サンゴの生物学者とサンゴ礁の地理学者2人で2人しかいません。だからこういうこと言えるのってもう1人しかいないですね。でその人移植もやったことありませんし、浜サンゴについて詳しくもありません。なのでこれもういう言いかけないことを何の根拠もなく言います。で、ですね、これでもう決まってしまいます。あのすごく不思議なんですけど、たったこのコメントだけでも防衛局はこれで移植するの決めました、はあ、だからすごくびっくりしました。で、これは私の出した論文ですけれども、ここにも夏は移植しちゃいけない、発火しているとで、ということで例えば産卵期でも移植強行しているっていうのもあったり、あといろいろあるんですけど、あでなんでですね、あの臨月の時、要するに卵を作ってるその繁殖期に何でしちゃいけないかっていうと、こうやってね卵が吸収されちゃうんですよ。あのせっかく作ってる卵が、吸収されちゃって、ちょっとここから生物学的すぎるのであんまり言わないですけど、こうやって普通に育ってるサンゴは卵こんな感じですけど、こうやってね空洞化したりとか、こう収縮したりとかして、あの消えてっちゃうんですね卵が。その時期にやるとストレスかかると卵を吸収して自分のエネルギーにするんですよ。でこれを私博士課程の時やってたのでよくわかってます。で卵母細胞の数が減ったりします。で、こういういい加減なことをしているので、まあ、アイラが取材に来てですね、辺野古工事急いで論文を評価以下、これ大好きなんですね、マスメディアの方って。曲解とか、あの模様とかね、そういうのがひょってくる。で、朝日に乗ったから余計そのみんな来たんだと思うんですけど、で、産後移植時期めぐり研究者が告発と。これ、論文を曲解され、怒り心頭ですって言ったんですね、私多分、心房するので。私も覚えてないんですけど、名護 の市民団体のシンポジウムに呼ばれた時にそれを言ったんだと思います。はい、で、あそうですね、それでこれ、あの琉球新報とか沖縄タイムズでいっぱいこういうふうに、まあ、その日の次の日ですね、新聞でいろいろ、サンゴで論文協会、執筆学者、組み合わせて、移植でも全然ならず、いろいろありました。で、さらにですね、ひどいのが、もうね、これは、森山先生も、本当に多分これびっくりすると思うんですけど、ですね、委員によるさらに驚きの間違いです。これはパムっていう、あの光合成活性を計測する、機械を使ってのことなんですが、ある時ですね、この絶滅危惧種のサンゴ、これ移植しなきゃいけません。だから移植したい。だけどこの子がね、食害になっちゃったんですよ。で、なんかちょっと真っ白になっちゃって、でここにちょっとないかな、あ
ないですかね。で、少しこれ見にくいんですけど、この辺とか迫害を受けてるわけですよ。あ、こっちかな、こっちだ、こっちだ、こっちだ、こっちですね。これちょっとわかります？ここ白くなってるの。こうやって、ヒューヨって。で、これは何かに、まあ、貝とか、あと削り取られるやつですかね。そういうのに、ちょっと食べられちゃったんだと思うんです。で、まあ、こういう場合、明らかにストレスを受けているので、まあ、私の研究からだと、卵を吸収して成長のエネルギーに使ったりするんですが、ですね、ここで研究者が出してきた値です。この環境監視等委員会の研究者。で、例えば、これ、食害された物体の数値。こういうパムっていう機械を当てました。で、機械はこういうやつですね。こういうの当てます。これってすごいんですよ。サンゴの健康状態がかかるんですって言った書いてあるわけです、議事録に。で、こうやって3箇所やりました。測定しました。で、これ値これです。ちょっとちっちゃくて見づらいですけど、こっち健康なサンゴです。これです。なんと、食害を受けたサンゴの方が数値が良くて、まあね、食害を受けてるけれども全然健康であるというふうに結論付けたんです。で、普通だったんですよ。私はパムっていうこの光合成の研究者でも何でもないんですけれども、この報告書を読んだ時にいただいて、えっと思って、これ普通の研究者だったらこれだけこう見た目が違って、明らかにこう食害を受けてサンゴとこれで健康状態一緒って言ったら、こっちの機械を疑いますよね。それが普通の研究者だと思うんですよ。だけどもこれをそのまま信じてしまってると。で、私の、共同研究をしていた当時、光合成のプロの人がいましたので、ちょっとパムってサンゴの健康状態わかるんですかって言ったら、違うよ違うよって言って、サンゴじゃないよ、カッチウソ、要するにここにいる茶色い子たち、まあ、一匹でもそうなんですけど、この子たちの光合成の元気さを測るだけで、このサンゴの健康状態を測ってるわけじゃないよ、全然違うよ、発火してるサンゴだってこういうふうに与えてちゃうんだよっていうことを言うわけです。だからこのいかに環境監視等委員会の学者たちっていうのはいい加減か。で、そういう委員会に呼ばれる委員の先生を何だか知らないけれど、たまに市民の方々あがめたりする方いらっしゃいますけど、大きな間違いです。省庁に呼ばれる研究者って、あ、坂上さんもいらっしゃってて、今気づきます。で、いや、省庁に呼ばれる先生方っていうのは、ある程度、やっぱりその省庁の言うことを聞いてくれる人ですね。で、省庁の言うこと聞かない人っていうのはどん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 弾かれてきます。これが現実です。だからすごい文句言ってる人は入れられないです。もともと入れられないし、入ってて言った人は弾かれてきます。それが普通のこの官僚の組織の中のことです。で、こういうバカなことをやってですね、この委員っていうのは辞めましたけどね、すぐ。なんかこう、辞めてよっぽど恥ずかしかったのかなと思って、これはだってもう全部報告書載ってますからね、ホームページに。これ議事録全部書いてあるので相当研究者として恥ずかしいと思いますね。で、要するにですね、環境監視等委員会の専門家っていうのは専門家でも何でもなくて、防衛省のストーリーに合わせてコメントするだけの全く意味のない非科学的な御用学者集団です。で、サンゴ礁生態系を守ることなんて全く考えてないです。それで何かないかなと思ってネットを探していたら、こういう本があったんですよ。人はなぜ御用学者になるのかこれ買っちゃいましたけどそうなんです。だからね、人っていうのはこうなんだか知らないけど名誉が欲しい人っていうのはいるんだと。で、そんな名誉なんかよりね、科学者だったら真実を追求するのが科学者だと思いますよね。だけどそうじゃないんです。要するにストーリーに合わせてコメントしてるっていうことが明らかに分かるわけですね。で、さらにひどいのがですね、防衛省です。これ防衛省の局会なんですけど、サンゴの移植をめぐる国と県と解釈の違いですが、環境保全図書、これあちらにいらっしゃる坂上さんとも散々やり合いましたよね。で、ですね、事業実施前に移築、これ皆さんその前にこう読んでいただければいいかもしれない。事業実施前に移植・移築作業の手順、移植・移築先の環境条件やサンゴ類の種類による環境適応性、採捕したサンゴ類の仮置き養生といった具体的方策について専門家などの指導・助言を得て、可能な限り工事施工区域内の同様な環境条件の場所に移植・移築して影響低減を図り、その後周囲のサンゴ類も含め生息状況について事故調査を実施です。なんですが、これ他のこっち、例えばこれ着工前に約束している資料のあれなんですけど、着工前に実施する環境保全措置、喪失区域の生物を他所へ移動移植する措置、こういうのはあるんですね。だけど
防衛省と坂上さんたちが交渉した時に私もいたんですけれども、防衛省はこう言ってきたんです。そうじゃないのよ、工事のここのね、可能な限り工事国技術に移植移築して営業の提供を図りでしょって思ってたら、そうじゃないんですって言うんですよ。ここの専門家などの指導助言を得てまでですって言うんです。だから意味わかんないんですよ。日本語の解釈とか、ここにも書きましたよ、日本語読解能力が欠如してんじゃないかと思うんですけど、これね、自分の防衛省の娘さんとか息子さん、防衛省の職員はこれ同じこと教えますかね、こういうこと教えるのかなって思うんです。皆さんどっちだと思いますか。これね、日弁連でも聞いたので、いや明らかにこっちの緑側で切れるでしょうっていうのがもう 100% だったんですけど、普通の人だったらここで切れますよね。事業実施前にブラ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 、その後周囲の3号を含め政策を受けて事故調査でも、防衛省はいろいろなことを専門家の指導助言を得てできれると。でこれはこっちの移植移築っていうのは工事の前に事業実施前にやることじゃないですよって言い始めたって。不思議ですよね、不思議ですよ。大丈夫かなと思って大丈夫ですか皆さん、私たちの国をこういろいろやってマネージしてもらってるんですよねみたいな感じですよ。でこれをだから皆さんね、官僚の方々っていうのは、自分の娘さんが入試問題こういうのが出た時に、あ、そうやって教えるんですかと私は言いたいわけです。で、これも資料ですね。でもう一個ですね、埋め立て予定海域に大型サンゴの軍隊、これ朝日の野上さんが上がって、撮りました、飛行機飛ばして。で、ですね、この大型サンゴっていうのは本来であれば1メートル以上あるものっていうのは工事の前にも移植しちゃわなきゃいけないわけです、大きいものは。で、これ皆さんが撮ったやつですけれども、防衛省埋め立て海域の野上さんが立って直径1メートルを超える軍隊を移植対象するという基準を定めて約束してるわけです。で、こういったサンゴがあるわけです、実際に。でこれもそうです、明らかに1メートルを超えるサンゴ分隊がある、でも移植せずに工事進めちゃってるんです。でおかしいじゃないか、これもね、坂上さんの、みんな渡辺さんも言いましたけど、それでやりました。でこれですよ、最後防衛省、じゃあ防衛省調べましょうよ、調べますよってさっきのサンゴを調べました、これこの子で、この子1メートル以上あるかどうか、じゃあ調べますよって言って調べたのが株式会社エコーですね。で、サンゴ類の確認調査報告、これブラブラブラ調査日で平成30年6月から8からに経つと25日とやりました。そしたらばこの分隊 A および分隊 D とかですね、さっきの予想に大きなサンゴがこういうふうにここの分隊とここの分隊とあとここの分隊とここの分隊に分かれてる。だからこれは ABCD っていう一つの分隊や3つの軍隊が集まったものだと主張し始めたんですですよね。で、1軍隊が1メートル以上という定義にしているので、4軍隊が集まったものだと主張されると、あれなんだ、なんかこう勝てないんじゃないかということで、ちょっと記者さんに相談されたので、防衛局1メートル未満だから移植しないとで良いと結論したの、どうしようみたいな感じだったんです。で、私はですね、それを言われたときに、あ、もうこれは大体調査会社っていうのは過去の報告書を読めば、こういった大体大型サンゴって調査してるんですよ。だから、あ、過去の資料全部調べようと思って全部調べました。そしたらですね、ありました。これです。エコーさん。これ、那覇空港ですね、報告書なんですけども、これ1軍隊大きな1メートル以上ですね。で、これがもうご丁寧にこう月をこうやってチェックしてくれたんですけど、この同じ分隊を、ここ健全な分隊、はい1分隊で、これちょっと活性が低下して退職してます。で、ここ部分的に死亡しちゃいました、あ、じゃあこれ2分隊ですかねっていう話になるわけです。で、こっちもですね、ここ1分隊がちょっと低下して、それでここ部分的に死亡で、で大部分は回復したけど、でここ切れてますよね。じゃあこれ2軍隊って言うんですか、いやいや、あなたたちがこれを1軍隊って呼んでますよねと。要するにエコー自身の調査が逆に辺野古の大型サンゴを1軍隊であると結論付けてるわけです。だからこういうことをするのは、要するにもうサンゴの移植を受注した株式会社エコーっていうのは防衛局のストーリーに合わせて調査の結果を出してるわけです。これも明らかです。
で、おまけにですね、以前はこの受注業者たちから環境監視等委員会の専門家らに寄付金が渡されてました。これは琉球新報です。テレビでもやりましたけど、さすがに顔出すとかわいそうかなと思ってやめときますけど、例えば京大教授寄付金800万円以上から、で、私研究やってて企業からこんなにたくさんのお金もらったことありますかねそうやってないですよ。で、例えばこの方さんも紹介したんですけど、寄付金200万で、エコーから50万とかね。で、横浜国大中村さん50万円、原さん、これ報酬年間に300万もらえるわけですね、協会委員長。で、こういうこと行われてるわけです。これ皆さんどう思いますか、こういうの、それはもう本当に皆さんで考えていただきたいと思います。で、そういうのに頭にきて、私ここにいますけれども、で、ですね、今その先ほどお配りした署名の用紙にもありますように、この不定間辺野古問題を考える場合ですね。で、ここに沢地久枝さん映ってますけれども、あと寺西さん、宮本さん、白藤先生、私、あと、この方は先生は、有名な国語の先生ですね、あと、環境法務省先生ですけれども、みんなで記者会見したりとかですね、新聞とかでいろんな意見を、移植産後は午前困難だろうと。で、これ白藤先生も頑張ってますけれども、この間の、ひどいのありましたね、国辺野古ありき。で、今、状況としては副知事が撤回しましたと。で、埋め立てをね、撤回しました。で、そしたら沖縄防衛局がなんと国交省に、それを申し立てた。で、本来であればあれは政府に、例えばいじめられた市民とかが、その国に対抗するためにというか、そのため守られるための話なんですね。それを、まるで防衛局が自分が私人であるというふうな立場でそれを申し立てした。で、それを国交省がそれを受け入れたという、話までになってます。で、これは本当にですね、私辺野古の現場に行くと、海の方でしか行ったことないですけれども、あと陸上の方はちょっと乗り物というか、たまたま行った時に見ただけですけれども、やっぱり民主主義だなって感じるんです。ああ、ここで民主主義っていうのが生まれてるんだなっていう、この熱さを感じるんですね。で、日本って、結局与えられた民主主義ですよね、戦後。なので、どうしても自分たちから勝ち取っていないので、なかなかその行きにくいっていうところがあるんです。でも、もし皆さんも例えば辺野古の現場に行かれたとしたら、すごくその熱が伝わってくると思います。自分たちで自分たちの権利を勝ち取ろうというような、その何て言うんですかね、熱、熱さが伝わってくると思います。だから本当にそういったことが大事なんだなって思います。特にですね、こういう、環境監視等委員会ですね、本当に同じ研究者としてこういう汚いことはやめていただきたい、本当に。で、特にですね、この方たち普段例えば進学率とかで珊瑚礁を守りますって言ってお金を取ってます。珊瑚礁を守りますっていうふうに言って、で、例えば私、日本珊瑚礁学会にこういう署名活動ありますし、何かその珊瑚礁の学会とは言わないけれども、学会の保全委員会で何かこういうね、辺野古のオーラを守るというのをやりませんかと、やりませんかとまで言いませんけど、そういうのを送ったんですよ。だけど、はい、わかりました、それを皆さんに回覧しますみたいな、もう郵便屋さんだけのあれでしたけども、本当にみんなに展開しておきました、この情報を程度です。全然やらないんです。だから、だったらお金を取るときに珊瑚礁生態系を守るなんて言うなと思うわけですよ。実際目の前で自分たちが使わってた海が壊されていくわけですよね。その時にそこに行って活動しろとは言いません。でも、せめて例えば学会としてそういった意見書を出すとかぐらいはしてもいい。でも他の学会、いろんな学会が入ってこの辺野古の埋め立てを反対した時があったんですね。そこにも珊瑚礁学会入ってません。だからものすごく私もがっかりしてますし、私も今もうやめて入ってないんですけれども、なんとかこの珊瑚の人たちに、ですね、こういう保全活動っていうものに少しでも自分のできる形で関わっていただきたいなっていうふうにすごく思うんですね。で、別に出世を狙ってる人はやりにくいのかもしれないですけれども、そうじゃない人はですね、ぜひこういったことに興味を持って例えば先生になった時でもいいですから、こういったことを、やっていってほしいなと思っています。はい、では私の発表はこれで終わります。ありがとうございます。三号利権みたいなものがあるんだなと今ちょっと
なんと言いますかね、もうなんか呆然とするようなお話だったんですけれども、お子さんは正しい研究者の在り方というのをお話しくださったということもあると思います。それではですね、参考書の環境、ごめんなさい、参考書をどうこうしたいんだ、ああしたいんだって話の中に防衛省の名前しか出てこないですね。環境省がここの話には出てこなかったねというお話ですね。それがおかしい、はい、私の耳にはおかしく聞くと、環境省は何やってんだって言いたいですね。そうですね、おっしゃる通りで、はい、環境省はどこに行ったんでしょう環境省は出てきませんね。やっぱり立場が弱いんでしょうか。それに尽きると思います。環境省ってやっぱり省庁の中で一番立場が弱いので、防衛省に対していろいろ環境省が何か言ってくれればいいんですけれども、そう言って言ってくれる辺野古の大浦湾のことについて何か言うことはないです。ないんです、残念ながら。はい、ないんです。だから、そこは私省庁を信頼していないところがすごくあるので、本当に憤りを感じるんですけれども、例えば世界遺産ですね、ヤンバルのあそこの、ヤンバルじゃないけど あっちの、とにかく沖縄全体を、IUCN でしたっけ、あれしようって言った時も、環境省を全部その例えば辺野古の部分抜いてとか高いの部分抜いて申請したりするわけ。要するになかったことにするわけですよね。で、何でもそこに目を向けないでやっていくっていうのは、私はその官僚っていうか環境省としてすごく汚いと思う、やり方が。だから環境省はもっと自分たちの主張を通せばいいんですよ。で、通せないっていう、立場が弱いから通せないって言うかもしれないけど、でもその通せなかったとしても、そういった姿勢を見せることが私たち例えば環境保全をやっているものに対してすごく勇気を与えると思うんですね。だけども最初からなあなあでなんとなく裏で手を組んでいるのか分かりませんけれども、そういった何も言わないで、こういった状態っていうのは我々税金払ってるわけです。で、環境を守ってほしいから環境省っていうのを作ったわけですよね。で、そういったことできちんと仕事をしてないっていうふうに見なせますよね。だから環境省にはもっと強く出てほしいっていうふうに私は思います。プラスチックの問題もそうですよね、同じですけれども、はい、もっとちゃんと働いてほしいなと思います。ここの時出口にいて、今でも自然観察会に行ったりするんですね。で、その時には大体野鳥を見たり虫を見たり植物を見たりで、その仲間がいっぱいいるんですけど、海を見てる人って魚を取ってる人はいるんですけど、サボを見てる人はいないんですね。で、全国にその生物ファンとか、環境ですね、生態系に関心を持ってる人ってものすごいたくさんいると思うんですけど、そういう人たちの関心を呼ぶにはどうしたらいいかみたいなことをちょっとお話しいただければと思います。私が本当に思っているのは、結構潜在的には海の生き物が大好きっていう方たくさんいるんですね。なのでやっぱり地道に観察会をやる、あと子ども向けに行って、前ですね、グレートバリアリーフで保護活動をしていた先生がいらっしゃるんですけれども、その方とも話してたんですが、あんまり大人になってから自然保護自然保護って言ってももうダメだよとやっぱり子どものうちにすり込まないとダメなんだよということでグレートバリアリーフでは子どものうちからの教育をものすごいしてるんですね。だからやっぱりオーストラリアの人たちって、私はオーストラリア国立大学に留学で働いてましたけども、やっぱり意識は高いです。で、それをもって、私は、海の生き物を守る会っていうのにも所属して、年に2回ぐらい、今年は2回ですね、3回かな、みんなで子どもたちを呼んで、普通皆さんももちろん参加できるんですけれども、市民観察会、海の生き物の磯の観察会とかそういったものをやってます。あとはですね、理系の研究者って英語の論文じゃないと、業績にならないんですね。なんですが、こういうふうに私がお配りしているの日本語ですよね。で、今年は英語の論文残念ながら1本しか出せませんでしたけれども、あと全部日本語で5本くらいかな、5本か6本書いてますね。それは全部保全とか、あと教育、環境教育学会に書いたり、
まあ、まだアクセプトされてませんけれども、例えばあと私のすぐ、家のそば の、 あの小坪、津市小坪っていって、オリンピック2020年の東京オリンピックで、開発されてなくなっちゃいそうなとこがあったんですね。まあ、ひどい、せっかく津市に唯一残る自然海岸で、サーファーたちとかあと地元の方の反対運動があって、中止になったんですけれども、その時に私がそこの生き物調査を、お金取ってきて、でみんなでやって、そういうものを出した。でその時に、例えば世界最北限のサンゴイソギンチャクっていうイソギンチャクの記載をして、じゃあそこに天然記念物としてやってもらえないかなっていうことで、そういう日本語の論文を出すとか、あの社会的なその要請ですよね。だから研究者があの今の評価が例えば英語じゃなきゃダメっていう評価になってるから、やっぱやれないところもあるんですよ。だけどそこを気にしないで、例えば私なんかもパーマネント職員、あの教員なので、そういう人はあのそういったこともあの大事なんですけれども、もうちょっと社会に還元できるような日本語で書いていくとか、あと皆さんだったらば例えば投書する。で私もこの問題ってずっと英語で書いてきたんですよ、異色のことって。でも全然誰にも伝わらないから、じゃあどこに出そうかなと思って、普通に皆さんと一緒ですよ、普通にあの琉球新報の論壇に投稿したんです。でそうなんです、普通に投稿したんです。なんかその方がみんな読んでくれるかなと思って、そしたらですね、いっぱいいろんなところからあの、まあ、コメントとかそういったあの声を頼まれるようになってですね、だから普通に日本語で書くってすごく大事なことなんですよね。やっぱり日本人って言い方変ですけれども、日本語を使う我々だから、やっぱり日本語でこう言われた方が説得力があったりもするんですよ。だから英語も大事で、私は英語の論文も出さなきゃいけないんですけれども、同時にやっぱり伝えていくときは国語というか、まあ日本語ですね、日本語と国語違いますけど、まあ、というか日本語で書いたり、皆さんだったらそういう投書とか、あと周りの方々の、と一緒にという観察会をするとか、海ので、そういう時に専門家を呼べばいいと思うんです。プロの、あの海を見る専門家ってすごくたくさんいて、例えば大学の研究者の人に頼んだりすることもいいと思います。から、自分の地元の海にどんな生き物が住んでるんだろうということで、私も生き物あの全般には詳しくないので、専門家の方を呼んで、分類学者を呼んで、で年に2回か3回、観察会を開いてます。これはもうあの 土曜日に、やってますね。そういったことですかね。だから本当地道にあの皆さんが自分でできることをやっていくのが一番いいことかなと。無理なくですね、無理するとあの結構大変です。無理すると大変です。はい、それでは大久保さん の、 あの主張で、サンゴの移植は環境保全措置とはなり得ないというのが主張ですよね。で、あの実際の工事に関しては、あの計画書が出ていて、それはさっきどこで決めるかって話がありましたけども、専門家の助言と指導だけでなくて、移植をした上で工事ってなってますし、その移植の時期もその6月から10月の高温期を避けるってになってるわけですよね。そうすると移植自体は全然うまくいかないし、環境保全にもならないけれども、移植しないでそのまま工事で埋めちゃうよりは、事前の策として移植した方がいいということなんですか？そうです、はい、そうです。だけどその事前の策として移植したとしても、ほとんど生き残りませんよという話です。だからそもそもこれを環境保全措置としてやること自体がおかしい。だからそこから変えていかないといけなくて、でも決まってしまった以上、これはあんまり良くない言い方ですけれども、決まってしまった以上、じゃあやるならやれよということですよね。ただこれサンゴだけ移植したとしても、そこの場の生き物たち全部移植するわけじゃないので、全く意味がないですよね。だから意味はないけれども、ただ向こうが環境保全措置と言ってそのやる以上で、さらに私の論文がそうやって曲解されたり誤用されたりして使われている以上、それはやっぱり自分の論文は大事ですから、そういう誤解をするんじゃないぞというふうに怒るのも当たり前ですよね。でそういうことでずっとこうやり取りしたり、で防衛省と交渉した時にちょっと頭に来た時もありましたけれども、まあ、YouTube に載ってますかね、あれ皆さん撮りますよね、防衛省の時に撮ったかな。そうなんです、そういうことをやってます。だからあのサンゴの移植は環境保全措置にはならないです、ならないんですけれども、今の状況で今まで研究者とか行政がそれを環境保全措置っていう名台詞してきたわけですね。だからしてきた以上、
してきてしまったので、じゃあ私たちはそこで今できることをやるっていう、そういう形になってます。これ答えになってますか？あんまりなってない。いや、あのそもそもやらないのが一番なんですよ。環境保全措置にならないから。移植はダメなんです。移植しても生き残らないし、まあ、生き残る子もいますけど、だけどこういうふうな状況で、今の状況で、あのそこがあの保全の時にすごく問題のあるところで、あの二項対立しちゃうんですよ。あの人間ってどうしても例えば反対か賛成かとか、やるならやるのかやらないのかみたいな。でもうちょっと柔軟に考えないといけないんです、そこは。だから環境保全措置にならない。で本来はそれは環境保全措置にならないからやっても意味がないんだけれども、高崎からずっと言ってるのは、移植っていう事態は養殖としての価値はあるわけです。でそれあの世界をお読みいただくと分かるんですけれども、養殖としての価値はあるんですよ。さっきも言いましたけれども、こうやってサンゴ畑をさっきデータしましたけれども、こうやって作ってお庭にして、例えばみんなで楽しんで植えてっていうのは意味があるわけです。だから全ての移植に意味がないわけじゃないわけです。でそれを埋め立てして壊す時に環境を保全しますよっていう措置にするのがおかしいわけです。それがダメなんです。だから移植自体がダメっていうわけじゃないんですね。もちろんだから本当に緊急的に、例えば座礁した、船が座礁しました、でその時にサンゴが壊れました、でそのサンゴを植える必要ありますよね。ほっとくよりは植えた方が生産率は高くなるわけです、生き残る率は。だからそういう時のためにはものすごい大事な技術なんです。だから私も6年間も研究してきたんですね。でそこと開発で環境保全措置にするのとは分けて考えないといけない。これ大丈夫ですかね、皆さん理解していただけますかね。だからダメか、移植がダメ、ダメじゃない、ここだけじゃないんです。環境保全として措置として見なされるサンゴの移植というのはおかしいですよと。そうじゃなくて養殖で、例えば村おこしのためにちょっと植えますよとか、でもそれでその時に移植でサンゴ礁生態系を再生するのは不可能ですよっていうことはちゃんと明言しないと、その言葉が独り歩きして今の埋め立ての時の環境保全措置に使われてしまうということにつながるわけです。大丈夫ですか？ちょっとなかなか複雑だから、こういうのって本当にあの複雑なんですよ。あの社会が複雑なのと一緒で、こっちがあれすればこっちみたいな、だからこうすごく単純にこうくっきり分けていくことってできないんですよね。だから場合に応じてそういった対策を作っていかないといけなくて、だからこういう場合にはこうしましょうとか、こういう場合にはこうしましょうっていう考え方をしていかないと、反対賛成だけで終わって何の進歩もないんです。それこそなんかいつも言ってるんですけど、ヘーゲルの正反抗みたいな、ちょっと使い方っていうかわかんないけど、哲学者のね、ありますよね、うん、だからそういう感じで、だから今私がやろうとしてるのは、今度あの6日に、沖縄で保全サンゴ、あ、美ら海水族館に頼まれて、シンポジウムに行くんですけれども、その時言おうと思ってるのは、ああいうあのサンゴ畑で植えていくツアーありますよね、こういうツアーですね。でああいうツアーの時にどうしても環境教育に使いたいっていうんですよ。で、環境教育本来ですね、主目的において、要するにサンゴが増えないというか、サンゴでこれはサンゴを再生できないと。で主目的において、それはあの正当化できない、正当化というか正しくないものを、副次的な目的ですね、環境教育、それを使うっていうのは持続可能ではないわけです。けれども使いたい人がいるわけです、それを環境教育に、そしてビジネスとして使いたい人がいる。じゃあそういう時考えますよっていうのがやっぱり研究者だと思うんですよ。でじゃあどういうふうに使ったらいいかっていうと、例えばですね、これ死にます、この子たちが。でこの子たち死ぬのを見せればいいんですよ。で、生き残るっていうからいけないわけで、このこれかな、これですね、これが生き残る、サンゴ礁をこの移植で再生、移植でサンゴ礁生態系を再生できると言ってしまう、それが良くないわけです。だってそれは不可能だから。だけどもしこれを子どもたち、これ楽しいんです、確かに苗作りとか、こうやって植えていくのって。だったらその気持ちをじゃあどうやって間違いのないように使えばいいのか。で、それをずっと考えてたんです。じゃあ、ああ、そうだ、これね、ほとんど死ぬんですよ。で、死ぬんだけど、じゃあそれを見せればいいんですよ。
そこまでいけば環境教育なんです。で、この子たちが死んで、例えば8割ぐらい死にますと。で、その死んじゃった。で、こんなに植えてもね、8割も死んじゃうんだよと。だから、いかにその自然のサンゴ礁っていうのが脆弱で、それで素晴らしいそういうバランスの上に成り立っているのかっていうのは分かるでしょと。だから、自然のサンゴ礁っていうのは守らなきゃいけないよねという話にすればいいわけです。そうすると環境教育になるわけですね。だからこれが植えて楽しかったサンゴをこれで増やしましょうじゃ環境教育にならないわけです。これが死んだところを見せることによって初めて環境教育になると思うんですね。だからそれをちょっと今度提言しようかなと思って、で移植をここで実際やってるあのワリンちゃんっていう子が来るそうなので、その子にも提言したり、まあ、その場でいろいろ保全の政策として提言できればいいなというふうに考えています。だから無駄にしないってことですよね、そういう意思を。あ、大久保さん、あの 長い時間どうもありがとうございました。それではこれで大久保さん の講演の時間は終わりとなります。改めて大きな拍手をお願いいたします。本当に今日いろいろ学ぶことがあったと思います。サンゴこういうふうに生まれてこういうふうに育ってっていう、そういうところでも大変勉強になったお話かと思います。あ